守ること10回、前人未到の偉業を成し遂げた男がゼロから築き上げたノアでの実績、戦いを求めたグリーンのマットでついに GHC 王座を引き出しました。 GHC の歴史にミスター IWGP の名が刻まれるか。新日本永田裕二、すでにこのリングで田植えを秋山を眠らせました。この永田の挑戦に異論を唱える者は誰一人いません。小橋を倒し GHC を取れば文句なしにミスタープロレスの称号はこの男に与えられるでしょう。永田裕二が今グリーンのマットに立ちました。象徴三沢を破ってベルトを巻き、新日本長野とのミスタープロレス対決を制した誇り高きチャンピオン、いつ何時誰が相手であろうともタイツとシューズと熱き魂は忘れません。早くも日本武道館は大壊しコール。我こそは地球規模の崇高なる男、 GHC とノアを守る小橋健太。名古屋でバイソンスミスを破った直後に全力でぶつかると誓った永田の思いに小橋は正面から応えました。小橋自身初となる1シリーズ2度の防衛戦、今花道で一旦止まりました。永田を確認した、そして腰に輝く GHC のベルト、今ノアを守る男小橋健太リングイン。日本武道館のメインのリング上、 GHC ヘビー級チャンピオン小橋健太、今宵4度目の防衛戦、その対角戦に控える新日本永田裕二、そのセコンドには棚橋をはじめとする新日本の若い選手がずらっとこの永田を固めています。60分日本勝負で争われます GHC ヘビー級選手権試合、ノア対新日本、 GH 対 IWGP、 様々な思惑の絡んだこのグリーンのマット上、タイトル管理委員長城樋口さんによります認定書の読み上げ、そしてベルトが一旦永田の前に運ばれました。さあベルトが一旦リングを降りて、いよいよ男と男のぶつかり合いになります。 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。なおこの挑戦者250ポンド永田裕二、ノアの宝と魂を取りに来た大ブーイングの中、永田裕二、長コーナー GHC ヘビー級選手権者270ポンド小橋健太、崇高なる王者ノアの鉄人、4度目の防衛戦、小橋健太第6代の GHC ヘビー級チャンピオンです。ノア対新日本の構想は観客席の歓声ではっきりと割れました。果たして GHC とノアを守るか小橋健太、そしてこのノアの秩序を一気に崩しにかかるか新日本永田裕二。武道館でこの2人は1年7ヶ月ぶりの遭遇になります。永田の目がカッと見開いた、そして小橋はすでに動き始めた。魂と魂のぶつかり合い、ノア対新日本、 GHC 対 IWGP、 小橋対永田です。組み合った、押しているのは小橋、ロープを背にした、切り返した永田、はった、さあいよいよ解散、小橋対永田、武道館の大ブーイング、それを涼しい顔で聞き流す永田裕二です。これで小橋の魂に間違いなく火はついたことでしょう。さあその手を確認して、今小橋の魂に燃える熱き心、その導火線の一番先に小さな火が灯りました。さあ画面ゲッター、おお押し込んでいった、これは珍しいぞ、さあ画面ゲッター
水平打った、顔面で大水平の二度目を失われました。珍しい、これも珍しい、一足の顔面張り手攻撃を見せました。さあなおも永田を捉えて逆水平を打たせて、永田顔面キック、逆水平打った、さあ胸の突き合わせ、ノア対新日本、 GHC 対 IWGP、 小橋対永田、男対男のぶつかり合いになりました。さて放送席には G1 準優勝、そして小橋永田を誰よりもよく知る男、秋山純選手にお越しいただいております。秋山さん、はい、早くからこの小橋の方が非常に熱くなっているかなという印象を感じますね。そうですね、やっぱりこれは永田雄二にちょっと持っていかれてるかなと思いますけどね。作戦的には多分永田雄二は小林さんの冷静さを取りたいと思うんですよね、はい、そこにあまり乗らないように。まずはその駆け引きという面では一歩永田が有利に立ったという感じなんですね。さあ今両手をがっちり組み合って力比べになりました。 GHC ヘビー級チャンピオン第6代王者の小林健太にとって今日が4度目の防衛戦になります。ここ日本武道館で 3.1 あの三沢を破って初めてその GHC のベルトを腰に巻きました。初防衛戦は4月のホンダ、2度目が東京ドーム新日本の長野正弘、そして3度目は先日ダイソン・スミスを相手にクリアしました。さあ小橋とのこの力比べに永田も応戦します。永田といいますと、何と言いましても新日本の IWGP 10度の防衛、IWGP 史上新記録の10連続防衛を果たして、今はそのベルトは腰にこそありませんが、新日本のトップとしてこのノアのマットに乗り込んできています。2人で付き合わせた小橋のチョップが来るか、チョップが打った、しかしそれを正面から受けてエルボーで切り返していきました。逆水平にはエルボーでお返しの永田雄二です。今この永田の攻撃にはブーイングの混じった歓声が起こって、さあ高い上げたブレインバスターです。滞空時間長く、この永田雄二にしっかりと逆さまの状態でグリーンのマットを見つめさせる小橋健太、まだ落としません。ここ日本武道館ではあの小橋健太の復帰戦以来、この永田との接触になります。秋山さん、はい、この小橋という選手は普段のそのファイトもそうなんですけれども、一旦ここで感情がプチッといきますと、ものすごい力を発揮する、そういった一面も持ってますからね。そうですね、でもまあ今ちょっと見てたら、いつも通りの冷静なところに戻ってると思うんでね、はい、やっぱり冷静にいった方がいいと思いますよ。あ、そうですか、はい、この永田という選手と対するとき、はい、秋山さんもまあ今年も戦いましたが、はい、どういった印象があるんですか。そうですね、やっぱりね、感情的になるとバチ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 、打撃戦になると思うんで、はい、打撃戦になると、やっぱり永田雄二の方が、キックがありますからね、いいかなと思うんでね、それに小橋はまともに付き合ってはいけないと。そうですね、どうでしょうかね、はい、スタンディングのヘッドロックは小橋の太い腕が永田の首に巻きついています。今みたいに力でどん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 押していけば、はい、大丈夫だと思うんです。これが小橋のペースになる、ね、まあ、小橋自身も話していましたが、この試合は小橋対永田という以上にミスター GHC 対ミスター IWGP、 この2本のベルトをめぐる戦いの、もちろん IWGP はまだこの永田の腰には戻ってはいないんですが、という一面を強く意識している小橋健太です。バックになった、両腕を回して腰のあたり、しかしここはロープブレイクになります。ああここは初めてと言っていいでしょう、クリーンにブレイクしました。5月に突如このノアのマットに殴り込みをかけまして、戦いを求めてこのノアのグリーンのマットに足を踏み入れた永田雄二です。まあ、そこからシングルマッチでは6月にここ武道館で田上明に勝ちました。そして7月の大阪では、まあ、今日解説の秋山選手に6分39秒で勝利を収めたという一連流れます。まあ、その後 G1 ではこの秋山選手と戦って負けて、まあ、準決勝で敗退というこの永田雄二なんですけれども、やはりこのベルトこそないものの永田というのは新日本を象徴する選手の一人ですからね。そうですね、はい、そのあたり当然小橋もIWGP10 度連続防衛という星にはないベルトというものを意識しながら、この永田に相対しています。残暑厳しいよりですが、
熱い戦いをして小橋に勝ちます。永田はそうはっきりと試合前のインタビューでもコメントを残しました。1点試合はグラウンドの攻防になりました。秋山さん、この永田が、秋山さん同様レスリング出身で、はい、グラウンドになるとやはりその本領を発揮しますよね。そうですね、やっぱりグラウンドと打撃っていうのは彼の持ち味なんでね、はい、それに対抗する小橋、もちろん力技でいけば圧倒的な優位にはなるんでしょうが、最初は感情を逆なでするような平手打ちがあった後に1点こうやってグラウンドの展開を持っていく、やはり IWGP、GH 問わず10回連続防衛するという、そうですね、それはね、伊達じゃないと思うんで、7月にこの大阪の試合では秋山さん敗れました、はい、ただ G1 では勝ちました、はい、この永田という選手を秋山さん改めてどういうふうに見てるんですか。そうですね、そうですね、最近やっぱりこうなんていうんですかね、毒が出てきたというかね、毒、はい、なんか前はクリーンなイメージがあったんですけど ね最近は、はい、そういうなんか毒っていうのが出てきて、そういった毒の面がこのノアマット殴り込みというところもあったんでしょうが、さあ小橋が頭を抑える中倒立で抜けた。新日本のマットではあの西村治が見せるようなあの攻防で今この小橋の足から頭を抜きました永田裕二です。一方のチャンピオン小橋、今日が4度目の防衛戦です。3月1日の武道館で三沢から取って、その後本田多門、2度目の防衛戦は新日本の長野、新日本の東京ドームに乗り込んで防衛を果たしました。そして先日の 8.26 名古屋でバイソンスミスに勝って、今日が4度目になります。おあとのキック打ってこいと小橋の表情がそう訴えます。小橋対永田といいますと、1年7ヶ月前のここ日本武道館、あの右膝そして右肘の怪我を復帰した小橋の対戦相手がこの永田と放送席の秋山選手でした。立ち上がります小橋健太、打たせます、あえて打たせます小橋健太、そう大きく倒れました。おっとすぐ立ち上がる秋山さん、この永田のキックは相当な痛みがあるでしょうですね。で今小橋さんのこういうね、足悪いですからね、こういうのがちょっと後々になってどう響いてくるかね、やっぱりですね、これかわさないであえて食らいつきましたからね、そのあたりがちょっと後々のダメージが非常に心配になります。一方永田の胸板ももう真っ赤に腫れ上がっています。おっと涼しげに受け流しました。溜めて打っていきます。秋山さん、はい、この小橋の逆水平、もう何発も堅実のように食らってますが、はい、痛みをちょっと表現してください。多分こんな痛い水平チョコを食らったことないと思いますよ。そうでしょうね。さあバックに回った、投げさせません。永田裕二ヘッドロック、エルボーを打った、ちょっと小橋の顔面が歪んだ、顔面蹴った、さあ小橋が場外だ、エプロンサイド花道にエスケープしました小橋健太。さあ永田が助走をつけてハイキック、花道の奥底までこの小橋を吹っ飛ばそうという永田裕二です。1点グラウンドの攻防からまたしても激しい打撃戦に持っていこうというのか、さあ永田が追いかけます。 3.1 武道館三沢と小橋の攻防の時にはこの花道が大変な流れを分ける攻防になりましたが、さあ、あ、吹った、え、わー、取られた、突き上げました永田。花道をうまく使ったというか、そうですね、抜かりないですね永田はね、はい、こういうところでもやっぱ足にね、やっぱり来ますからね、受け身取った時にどうしてもあの鉄板で足を抜いてね、そうですね、高い鉄板に敷かれている花道です。 GHC のベルトをノアのマットで新日本の選手、他団体の選手とのタイトルマッチをする、そのことに大いなる意義を見出している小橋健太です。あの5月には新日本に乗り込んで防衛戦やりましたけれども、はい、自分のリングで新日本の選手でやる、はい、ここでしっかりと結果を残したい、小橋さんそう話していますね、はい、やはり上がるリングが違う、あるいはその自分のリングで外敵を迎えつ、そのあたり心境も随分違ってくるでしょうね。そうですね、ただやっぱりこれだけファンの人が、ね、応援してくれれば、うん、やりやすいと思いますよ。完全なホームですからね、はい、これはね、毛先が犬の元にノアのこの武道館で埋め尽くしたファンは、
その永田の悲鳴を楽しむかのようにこのリングを見つめている。万力投で袈裟斬りを首筋に打ち込んだ永田のヒットには小足の万力の袈裟斬りがありました。6月の五穀武道館では田上に勝ちました。そして7月は秋山選手を破って堂々この G1 位タイトルマッチ、照準を小橋健太一本に絞った永田裕二。しかしここに来てやはりノアの重さ、小橋健太の厚さ、そして G1 位というベルトの高さ、それを思い知っているか。いや、腕を捉えた。このまま腕を捉えて、捉えているのは小橋の右腕、あのラリアットを打つ右腕を今切れようといった。止めて、うわっと足で迎え受けられました。さあ脇固めの体勢、ここからは長田のクリア、腕をアームバーで捉えていきました。馬乗りになった永田裕二、リングの方中央で完全に小橋の右腕は伸びました。小橋にとって今どっしりと永田の体重、全体重が右の肩に乗りました。秋山さん、はい、試合前からありがとう富士でしょうね、右腕を1本攻めていくということを話していました、はいはいはい、狙い通りですね、これは。そうですね、ただあの腕はなかなか壊れないですよそうです、ね、僕も何回もやりましたもんね、はい、やはり小橋と勝負するときに一つ照準となるのはその右腕、剛腕ラリアット富士になるのでしょうが、なかなか壊れないという秋山選手の言葉がありました。でもなかなかうまい足殺して次は腕っていうのね。そうだ、一番、はい、うん、わー、このなかなか離さない永田にダイブイング日本武道館。序盤でローキックで足にダメージを蓄えさせて、はい、今度は右腕ですね。うわー、またダイブイングです。もう永田の一挙手一投足に日本武道館のファンは大賓縮のブーイングを送ります。さあ、またしても腕を固めました。アームロックの体勢、小橋は再三足をロープにかけているんですが、なかなか永田はそのロックを外そうとしません。ただこれ秋山さん、こうやって腕一本絞ってグラウンドが続くと危ないですね、小橋ね。そうですね、あまり長いことそれに付き合うと ね、今その永田は小橋のきしむ右腕の音を楽しむかのように今トップロープに据え付けました、腕を絡めました。IWGP 柔道防衛はまさにダメではありません。さあ、今度は右がダメなら左がある。ケサゲルチョップは左で打ちました。さあ、来るぞマシンガン。新日本永田裕二の村板にマシンガンチョップは、ここからが本番です。いや、ローリング、ここで今崩れ落ちました。ここまでがフルコース、小橋健太今その痛む右腕を抑える。今永田がちらっとその小橋の方向を見つめた。まだそのちょっとやはりダメージ、秋山さん、さすがに残ってますかね、はい、今度はミドルキックが右腕、うわっと止めた。まあ、このノアのマットの中ではさほどこれほど蹴りを中心とする選手ヘビー級ではいないわけで、食らう気がないですからね、はい。これだけの重いキックを食らい続けると、さすがの剛腕右腕も破壊寸前と言っていいでしょう。ん、場外に小橋を落としました。さあ、今度は狙いはまだ腕になるのか、あるいは鉄柵に振ってさらなる乱闘を呼び起こすのか。鉄柵だ、ナータダッシュは小橋場外、鉄柵の向こう、ミスター IWGP に襲われるミスター GHC。 永田がさらに鉄柵の向こうに追いかけていく。永田にしてはこういった場外戦ラフ殺法というのは珍しい一面ということが言えるでしょう。そうですね、ただ永田裕二もこのブーイングの中で、うわっ、鉄柱だ、気持ちよく試合してると思いますよ。あの表情が楽しげなんですよね、はい、大ブーイングを受けてさらにパワー倍増、技のキレも増してきている永田裕二です。さあ、小橋の右腕の状態がかなり心配になってきました。さあ、今一度腕を固められました。15分経過しました。60分日本勝負 GH ヘビー級選手権試合、秋山さん、これだけ食らい続けるとちょっと試合終盤で、そうですね、ラインアットが使えないという危険も出てきます。今その秋山さん、これ小橋がですね、はい、手のひらを完全に返されましたよね、はい、あの固められ方はどうなんですか。いや、身動き取れないんで、体重が全体でかかってるんでね、そして今度は嬉しきに持っていきました。今度は、うわー、
伸びました伸びました、ロックがほどけてしまった。今一度その手を、命綱の手を手繰り寄せます小橋健太。またしてもこのロックが離れてしまった。ハードロープに足が届きました。拍手が起こりますが、小橋の右腕のダメージは蓄積する一方になってしまいました。 GHC のヘビー、そしてタッグ、現在ノアマットの2冠王、ノアの象徴、そのベルトを巻く絶対王者を目指します小橋健太にとって、このホームのリング、グリーンのマットで戦う新日本永田との一戦は避けては通れない、そして落としてはいけない一戦。ペースを作っていくかですね。そうですね、まず小橋はハーフネルソン一発出ました、はい、とりあえず右腕の、ね、攻めを、ね、逃げたんでね。そうですね、はい、あの連続攻撃からまずなんとか逃げることができました、はい、小橋さんはやっぱり首最後ねやっぱりラリアートがあるんで、はい、首狙いに行くと思うんでね。そうですね、あの長野との一戦、あるいはバイソン・スミスとの一戦でもハーフネルソン4連発がありました。さあロープに飛ばしてキッチンシンク、小橋の太い膝が今一度ぐさりと突き刺さって、どうするんだ、うん、今日はこのローリングにこだわるが今抑えた、腕を抑える、ラリアットは打てるのか、切れ味が鈍ってしまう小橋の剛腕ラリアット。秋山さん、この小橋がこれだけちょっと試合中に気にするのはちょっと珍しいですよね。そうですね、あそこまでやっぱり蹴りで右腕狙われたことないんでね、これまでにないダメージが当然溜まっているはずです、小橋健太。顔面いった、ちょっとこれ小橋の目のあたりが腫れてきたんでしょうか。エクスプロイダー今日2発目永田裕二です。いや小橋が先に立ち上がる、永田はそれに気づいたか、膝を打ちます、連発で打った、蹴り上げる、小橋の顔面を5度にわたって蹴り上げて6発目で小橋を倒した。長期戦の様相を呈してきました GHC ヘビー級選手権試合、ノア対新日本、 GHC 対 IWGP、 小橋健太対永田裕二。今チャンピオン小橋をリング中央に見下ろす形でバックに回っていきます永田です。バックに回って投げるか、バックアップ脳天から突き刺さった。ちょっと秋山さん、今の角度は危ないですね。脳天ができましたね。うわ、さあそして永田の靴に持っていった。ここからいよいよ永田裕二の本領発揮、小橋の左腕を捉えて顔面を締め上げました。ロープは完全に真反対の状態になった小橋健太、永田ロック2で締め上げていきます。永田裕二まだ今顔の角度本人変えたんでね、はいはい、まだまだ大丈夫と思います。大丈夫ですか、はい、今ずらしたんですか、はい、なるほど。しかしこれもう一回締め上げた。さあそしてこの体勢から3に持っていくか、小橋の右腕を捉えてこの腕の下に永田の左腕が入れば永田ロック3完成になりますが、脱出不可能と言われる永田ロック3、あの田上明の6月6日この日本武道館で永田ロック3の前に敗れましたが、今ロープに足が届きました。秋山さん、あのパート3はちょっときついですよね。そうですね、真ん中に決まれば多分逃げられないでしょうね。でしょうね、完全に動きが止まってしまう永田ロック3は、これは絶対に食らってしまってはいけない技の一つです。そしてなんといっても永田には秋山選手との戦いから盗んだリストクラッチのエクスプロイダーもあります。早くも20分経過。さあミドルキックを打っていきます永田裕二。今その小橋の熱き魂は燃える、その燃焼度を高めているのか、あえて食らっているミドルキック、小橋が腰から崩れ落ちていきました。絶対王者を目指す上では避けては通れない新日本との他団体とのタイトルマッチ、今最強の外敵としてミスター IWGP V10 を達成した永田裕二が小橋に襲いかかります。さあバックになった、投げるか、見せました、カバーに行った小橋、カウントはワンダー、永田には余力がある、かわしたバックになった、2発目ハーフネルソンの突破し、さあこれも角度がつきました。先ほど永田がものすごい角度で落としましたから、はい、小橋もそれに対抗するぐらいの角度が欲しいですね。そうですね、
ただ小林さんはうまく自分でフリップしてね、はい、多分自分の体を返していると思うので、あ、多分今の永田裕二の打ち方の方が多分効いてると思います。そうなんですか、はい、そのあたりはやはり対戦したものでなければわからない秋山選手の言葉がありましたが、さあダウン状態の永田裕二、その上にカバーしに行こうという小林健太、はい、ダウン感とあります。やはりそれだけのダメージが永田の頭を襲いました。今カウント7の状態で小橋があえて捉えました。そしてこの状態でニュートラルコーナーを背にしている小橋健太、パワーボムに乗っていこうというのか、いや腰を落とします永田です。そのままこの体勢ですと、あるいはコーナーパットを狙うという流れもあるかもしれません。ビッグマッチに見せるコーナーに打ち付けるパワーボム。さあこの一番で見せる小橋健太の流れ、一気化成に斜めでした。そうですね、側頭部から行きました ね、 ね、その角度が徐々に危険度を増していきました。小橋健太のハーフネルソンスープレックス、試合中盤で右腕はほぼ完璧に破壊されてしまった小橋健太。しかしこの日本武道館のノアのファンの見つめるホームリングの上で小橋がのた打ち回る姿を見せるわけにはいきません。3発のハーフネルソンが出ました。あの長野戦では4連発がありました。今一度ハーフネルソン、いやそのままもうどうにも手を回している、投げるぞ、4発目のハーフネルソン、また斜め、またしても斜めから落ちました。新日本が IWGP が斜めに突き刺さりました。これも2で返しました。さあ長野は4連発で沈みましたが、永田は耐えましたよ秋山さん。そうですね、ただまだ永田裕二ね、左ハイとか出してないんでね、あそうです、しっかり気をつけてもらいたいですね。ですね、はい、秋山さんにとっては苦い思い出の大阪ですが、あーっと5発目だ。さあ永田は懸命にこらえる、キックが出た、後ろから小橋、おーっと体当たりだ。さあそしていった、めったに出ない技ですよ。そうですね、永田裕二でもまだ死んでないですよ。まだですか。自分で自分の体の位置を確認してましたから大丈夫です。うわそうですか、はい、最後まで気を抜かないように、うん、ですね。さあ小橋が今求める一つ、日本武道館を埋め尽くしたノアファンの全ての期待に応える右腕の剛腕を今見せました。頭を抑える永田裕二、新日本がミスター IWGP がグリーンのマットに沈むか。さあさあキックが出ました。なんという切れ味、かかとが完全にヒット。秋山さん、はい、今のはどうですか。入りましたね、完璧になりましたね、はい、ものすごい回転遠心力を使って永田裕二のかかとは完全に小橋健太の顔面を捉えました。超満員に膨れ上がりました日本武道館は大小橋コールを送ります、はい、両者にダウンカウントが入ります。カウントは5まで進んだ。さあ小橋があのキックを食らいながらも先に立ち上がった。対角線立つ小橋健太、狙うのは剛腕か、永田が膝顔面に完璧にヒット。秋山さんの言葉通り永田裕二はまだ死んでいない。その不敵な笑みをブーイングを楽しむかのように今ミスター GHC の首を捉えた。抱え上げて青コーナーのトップに小橋を座らせた。何を狙うのか、まさか流れ式でエクスプロイダーを打つのか、しかもリストクラッチか、リストクラッチだ。小橋の左腕が自らの足の間に挟まってしまった。流れ式のリストクラッチはこの日本武道館のリング、 GHC を、小橋をノアを沈めるか、永田が小橋を投げ捨てるのか、小橋も懸命にこらえる、リストは外れた、小橋はいやどうするんだ。今永田が伺っている、投げるのは永田か、投げました永田。
式。さあ小橋はリストクラッチこそ免れましたが、カバーに行ったのは永田。セカンド木山さん、はい、あれリストクラッチだったら終わりでしょ。そうですね、真上にあの上げられますからね。そうですよね、成長に落ちたと思うんで、その最大限の危険はなんとか避けましたが、あまりにも急角度、そして高角度で落とされました。今宵が4度目の防衛戦、小橋寛太自らのリングで新日本にベルトをかっさらわれてしまうのか。その最悪の事態は避けなければならない小橋寛太。しかし不敵にも余裕の表情で小橋に襲いかかる永田裕二。膝をつきながらリングの中央、お互い全く避ける。おお、エトマット、うわすごい音だ。こんな音は聞いたことがありません。さあダブルの左右の手下げりから仕留めるのはローリングか。うわっと、ついに入った。魂に今一度力がこもった小橋健太、円髄切り。新日本の象徴、あのアントニオ猪木の流れを組む円髄切りはグリーンのバット。小橋はこのリングで円髄切りで沈むわけにはいかない。4発食らってもまだ耐える、これが GHC の魂。小橋健太の熱き心、小発中央はバックドロップ、ゴールまで完璧にポールに行った。秋山さん、はい、小橋の意地もあったでしょうが、あの円髄6発は効きました。そうですね、特に最後の1発はいい音になりますよね。バックドロップホールドから逃れました。しかしこの大歓声小橋コールは、あの小橋の揺れた脳に届いているのか。6発の円髄切り、完璧なクリーンヒットの6発を全て正面から逃げずに受けました小橋健太。顔面キックはラリアット、ショートレンジでいった。キックを受けて一発目のショートレンジラリアット。あれだけ前半痛められましたから、どれぐらい効いてるかですね、はい、そうですね。ショートレンジで打っていった小橋健太、決め技として持っていくのか。一発まず出しました、捉えて、あー大キックだ。あの7月の大阪で秋山選手を仕留めた大キックだ。おー、ない2カウント。秋山さん、はい、やっとしました。そうですね、ポイントが少しずれたのかもわかんないですね。ちょっとずれたんですね、はい、さあ新日本の猪木の魂を受け継ぐ男永田裕二、今ミスター IWGP の異名を取る10連続防衛を果たした、まさに快挙を成し遂げた男が丸腰の腰に今改めて GHC のベルトを巻くか。オープン飛ばす、いや切り返す、ラリアット左腕だ、左腕だ、右腕だが左セカウント。もうこれは一瞬の起点ですね。そうですね、ラリアット右腕ではなく左から行った、予期せぬダメージが今永田を襲ったかもしれない。今日本武道館のファンに、我こそが地球規模の崇高なる王者であることを証明する、小橋の表情はそう宣言しました。垂直落下か、抱えた、垂直落下、永田は GH を取れないか、返しました。やはり伊達にミスター IWGP と呼ばれない。男と男の戦いは30分を超えた。そして痛む右腕は全てこれより日本武道館に捧げよう。やっとで沈める、我こそはミスタープロレスだ。新日本の永田裕二を IWGP を沈めた GHC チャンピオン小橋健太、我こそは地球規模の崇高なるチャンピオン。4度目の防衛に成功しました小橋健太。ラリアットで痛む右腕を防御せず、30分13秒ラリアットで沈めた小橋健太。秋山さん、はい、痛む腕をものともせずと言っていいでしょうかね。ラリアットで仕留めました、まあ、まだまだあれぐらいのプロチじゃ小橋健太の右腕は知らないと
るほど。それにしても永田の攻めは終始厳しかった。4度目の防衛を果たしたとはいえ、この小橋、永田ともに立ち上がることはできません。ベルトが今一度小橋の腰に戻ることになりました。そして何よりも小橋健太にとって最も達成したかったこと、この自らのリングノアのホームグラウンドグリーンのマット上で新日本の永田を迎え撃ち、そしてその永田を沈めました。4度目の防衛成功を小橋健太、今城樋口さんからそのベルトが腰に戻りました。長野、そして永田裕二を新日本のトップ2人を下した、そのまさに輝きを増した GHC のベルトということが言えるでしょう。永田はまだ立ち上がることができません。小橋はチャンピオンの意地でその腰にベルトを巻き立ち上がりました。永田の目にその GHC のベルトはどう映っているのか。かつて東京ドームで秋山選手の持つこのベルトにチャレンジした時も永田は無念の涙を流しました。またしてもミスター IWGP もこの GHC のベルトには手が届かなかった。今このセコンドに運ばれます棚橋をはじめとする新日本の若手の選手の目にもこのノアのマット、 GHC の戦いがしっかりと焼き付いたことでしょう。さあそして今小橋がベルトを巻いて歩み寄りました。男に言葉はいらない、交わされた右手、突き合わせた額、その2つで全てを語ります。改めてそのベルトに対して、小橋健太に対して、ノアに対して宣戦布告の永田裕二、クリーンに今握手を交わして小橋の腰にベルトが戻った。永田の求めていた戦いはこのリングで表現できたのか。さあ腰にベルトを戻りました小橋健太、このリング上まもなくこのインタビュー声が聞けるものと思われます。永田が今新日本の若手に囲まれて日本武道館のリングを後にします。無念の表情、しかしどこか清々しさも感じる永田が今秋山さんのいる放送席の前を通過していきました。さあリング上は小橋の声です。見事4度目の防衛に成功しましたチャンピオン小橋健太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。小橋さん自らミスター IWGP といった永田選手、苦しい試合になりましたね。そうですね、はい、途中右上での苦しい攻撃がありましたが最後はそのラリアットで決めました。そうですね、最後は右腕と意地になっても右腕で決めるつもりでした。小橋選手と永田選手の戦いの裏にノア対新日本、あるいは GHC 対 IWGP、 そういった思いを重ねた人も多いと思いますが、小橋さんはいかがですか。絶対負けれなかったです。試合後永田選手と何か言葉を交わしていました。どういったやり取りがあったんでしょう。もう一回という永田裕二からの言葉がありました。もう一回やりたいと。小橋さんはかつて新日本のマットで長野選手と対戦して防衛がありましたが、今日はノアのマットで新日本の選手を迎え入れて、そして見事に防衛しました。今どういった気持ちですか。これまで GHC をやるたびに新日本のリングに行ってたので、必ずノアのリングで GHC をやりたいと、外敵を迎えて GHC をやりたいと思ってました。今日できてよかったです。そしてそのノアのマットにはこの大歓声が待っていました。ファンの皆さんに一言お願いします。本当に今日みんなの声援が本当に嬉しかったです。まだこれから防衛していきますので応援よろしくお願いします。見事防衛を果たしました小橋選手でした。秋山さん、まずはこのリング上で防衛
できたことを嬉しく思うと話した小橋、はい、ただ小橋の視線には秋山さんが入ってると思うんですけれども、そのあたりどうでしょう。そうですね、まあ入ってるでしょうけど、ね、まだこの人気のある、ね、強いチャンピオンがいる限り僕はまだまだいろんなとこで遊べるかなと思うんでまだ任せても全然大丈夫だと思うんで。なるほど、はい、秋山さんはあさってになりますけれども、新日本の永田棚橋組との対戦が控えています。パートナー李強選手、はい、そういった部分の戦いがまだね期待されますからね。まあ、自分でここだと思う時があれば行こうと思いますけども。なるほど、はい、それがいつになるのか我々ファンは大変楽しみなんですが、まずは4度目の防衛の成功したノアのベルトを守った小橋健太です。バイソン・スミスをチャレンジャーに指名したりということで、とにかくこのベルトをかけてノアのマットの活性化を図ろうというね、はい、小橋の動きというのは分かりますよね、はい、そうですね、はい、さてこれで小橋が防衛に成功しました。まだ秋山さんはいい意味での遊びを楽しみにしているという感じですけども、ね、改めて今日の小橋の試合を振り返って、いやもう何も僕は言うあれじゃないですよ、うん、まあ、見てこう言って見てくれてる人が喜んで、うんうん、帰ってくれるんでね、うん、それだけで素晴らしいことだと思いますから、はい、このチャンピオンがいる限り僕はいろんなことができると。なるほど、まあ、これは小橋選手と秋山選手、まあ、2人の間でなければわからないという部分も当然あるでしょうが、おそらくこのノアのマットでまず外敵と小橋自らが表現した永田を返り討ちにしました。4度目の防衛でノアの陣営を守った小橋健太、堂々たる防衛は自らの右腕で決めました。